はい。皆さん、こんにちは。ワヌリングルッシュです。今回はですね、新しい戦国もののゲームということで、戦国志。こちらのサンプルシナリオのバージョン2.0をプレイしていきたいと思います。で、今回プレイしていく、大名家ですね。まあ、ちょっとどういうゲームかっていうのは、プレイしながらご案内させていただくとしてですね、まず、プレイする大名家なんですけども、画面の左上の方に出ていると思います。甲斐武田家。まあ、信玄ですね。で、プレイをしていこうと思っています。時代は1550年の4月から。これはサンプルシナリオでは、この1550年4月固定になってますので、こちらの年代からのプレイになります。で、この後プレイをしながらね、進め方、ご案内していこうかなと思うんですが、もちろん知ってる方はね、聞き流していただいていいかなと思います。では早速始めていきましょう。まずですね、ターン制になっていまして、各フェーズが設けられています。一番最初にやるフェーズがこちらに今出ている人事フェーズというやつですね。画面右上に人事フェーズと出てます。で、その中には捕虜の処遇、捕虜の 捕虜のってなっちゃいましたけど、捕虜の交換、あとは客商だったり人質の処遇だったりっていったところが選べます。で、今、客商として小山田信有であってますかね。あと、矢沢頼綱ですね。迎えられますので、迎えちゃいましょう。で、あとはですね、持ってる軍船一覧とかっていうので、情報を見れます。交易船一覧。甲斐武田家は、海にね、面してないので、船とかっていうのはね、現状持っていないという状況にはなってます。で、武将一覧、今ご覧いただいてますけども、武将一覧の方では、甲斐武田家の武将一覧が出てきます。で、地位のところでは、先ほど迎えた小山田信有、矢沢頼綱、この辺り下の方に客商で出てますね。それぞれ小山田家、真田家からの客商扱いになっているというところです。で、当主は武田晴信、まあ、後の信玄ですね。で、右の方に行くと、武、政治、あと地、あとは野戦の統率、水軍の統率とかっていったところが出てきます。で、もちろん、甲斐武田家はね、先ほどお話したように海とか湖に面していないというところもあって、水軍系はかなり弱いですね。で、信玄はというと、政治力が非常に高い9、地防も高く9、野戦の統率も高い9というところになってます。で、その他ね、武将で、強いところで言うと、信玄の弟、武田信繁、この辺りになってくるかなと思います。で、結構細かく作り込まれていて、経歴とかのところにもね、メジャーな武将に関しては別名だとか、そういったところまでね、出てきているので、非常に楽しいかなと思います。これを見ているだけでも。で、大名家一覧のところで見ていくと、石高順とかね、鉄砲の持っている数順とか、そういうので見ていくことができます。相当も可能ですね。で、面白いのが、アイヌ民族とかね、こういったところも一応プレイヤブル大名として選べるというところは面白いかなと思います。で、石高のランキングで言うと、直轄のランキングと、あとは神獣を含む、まあ、いわゆる勢力ごとの、石高ランキングみたいな形で相当も可能な形になってますね。直轄のランキングで言うと、本願寺がね、この時代めちゃくちゃ強いですね。あとは、まあ、北条、朝倉。で、神獣含むにすると、大内が非常に大きいです。直轄は6万石しかないんですけど、神獣を含むと67万石、10倍近い石高の勢力を神獣ね、ちょいちょいさせているって感じになってるんじゃないかなと思います。で、我が武田家はというと、こちらです。石高13万石で、城の数が8つと。で、従属大名数が1、神獣大名数が3つというところになってます。まあ、今回はね、人事フェーズで特にやることはありませんので、このまま人事フェーズはコマンド終了していきます。で、続いて軍備フェーズに移ります。で、軍備のところでは徴兵とかね、鉄砲の配備とか、城の普請。まあ、これは城をね、拡張したりするというところになりますね。あと、城兵糧の補充とか、あとは軍団の編成、軍団の指示とか、こういったところができるようになってます。で、徴兵に関してはね、兵力が減ってきた時には、きっちりと徴兵をしていく必要が出てきますが、今はね、その必要はないかなと思いますんで、徴兵をする場合は、
まあ、武将を選ぶなり、あるいは全武将を最大徴兵したりとかっていったところになってきますね。当然、徴兵すると資金が減っていきます。今37,763と出てますが、これが減っていったりすることがあるというかね、まあ、徴兵したら減っていきますので、資金とのバランスっていうのは非常に重要になってきます。で、府心に関しても城ごとに最大規模と現在の規模数出ていますね。例えばこの今長久保城、これ最大規模5で、規模が今4ってなってますんで、これをね、城府心ってすると今お金を使って5にできましたというところになります。まあ、今ちょっとお試しでやっちゃいましたけど、ここは資金とのバランスを見ながらやっていく必要があるところになりますね。あとは軍団の編成、まあ、ここはね、治める城が増えてきて、まあ、全部やってらんないよっていうようなところになってきた場合にはね、この軍団を編成して軍団長を任命、さらにはその配下に武将を入れていくっていうことでやっていくことになると思います。ちょっとここではね、まずはスキップをしていきましょう。で、外交フェーズ、ここ結構実はこのゲーム重要な要素になってます。この後ね、合戦の方も見ていただきますけども、合戦はもう特に戦術とか戦略とか、そういった戦術面はほとんどないです。どちらかっていうと外交を含めた戦略面で、まあ勝っていくゲームになっていて、特に戦略面で重要になってくるのがやっぱり外交になります。で、不戦同盟というのは当然戦わないよっていう同盟ですね。従属要求というのは不戦同盟をしている大名家に対して要求することができます。で、心中要求に関してはさらに、不戦同盟従属要求を満たしていて、心中させるっていう形で段階を踏んでいく形になりますね。で、外交関係の破棄というのはまあそのままになります。独立っていうのは従属している場合、心中している場合に独立を図るというところになりますね。で、従属志願、心中志願というのはそのままこちらから願い出るということになります。で、今回実はですね、武田家、1550年4月の武田家、結構周り敵ばっかりですね。特に敵対するところで言うとですね、今画面を切り替えましたけども、まずは、信濃。宿敵のこの村上義清ですね。信濃の村上家、あとは府中小笠原家、この辺りと戦闘していくことになります。で、この最中にですね、その北条とか今川と戦っていくっていうのはかなり厳しくなってきますので、そこは早め早めに不戦同盟を結んでいくっていうことが重要になってきますね。で、不戦同盟する場合にはもちろん派遣する武将が必要です。で、当然政治力のね、高い武将を派遣するに越したことはないので、政治力のね、高い武将を派遣していきたいなというところにはなってきますね。で、誰を持っていくかというとこなんですが、真田幸隆にしますか。政治語ありますからね。まあ、本当だったら信玄とかをね、派遣するのが一番いいのかなとも思うんですが、ここは北条家に対して使者を送ります。成功すると 27,800 の費用が必要が、これちょっとお金がなさすぎるな。向こうから不戦同盟はね、願い出てくる場合もあるので、ちょっとここは一旦様子を見ましょう。とはいえ、あんまりね、余裕もないですが、ちょっと矛盾したことを言いますけど、一旦北条との不戦同盟は見送りましょう。で、内政フェーズになります。内政フェーズになると、楽一楽座で、城を選んで、商業というか、その入ってくるお金のね、数を増やすと。神殿開発っていうのは3月から8月の間はできません。今4月ですからね、できないということになります。あと、鉱山開発とかね、このあたりを国単位でやっていくことになります。今、海をやったので、今度は、信濃に対して同じようにやっていくっていう形ですね。まあ、楽市楽座と、鉱山開発、神殿開発は、まあ、やっていった方がいいかなと思います。で、公益戦関係に関しては、武田家に関してはね、今すぐやる必要はない項目になってくるんじゃないかなと思います。
で、戦略フィーズ。ここがですね、陸路と水路で移動っていうのがあるんですけど、戦争を仕掛けるには、その城の隣まで軍勢をまず派遣しておかないと、そもそも戦争ができません。なので、戦争を仕掛ける場合には、まずは、その近くまで、軍勢を派遣する必要があります。例えば、今このつつじヶ崎館、これ信玄の、まあ、春信の本拠地ですよね。ここから、兵を派遣する場合には、陸路移動を選んで、甲斐の武田家から、派遣先を、この、塩尻峠まで移動させる必要があります。これ、味方の、敵との国境境の一番端になりますね。そしたら今回は、春信、信繁、さらには、原虎種に、多田光頼、さらに横田さんも連れて、そうだな、さらに小畑の二人を連れて行きましょう。残りは抑えとして残します。これを塩尻峠まで派遣。さらに、どうしようかな、それなりに軍勢を多く派遣しておく必要があるんですよね。この後ね、ちょっと詳細はお話ししますけども、結構その城攻め、城を落とすには軍勢の数がかなり必要になってきます。少数で言っても絶対に落とせないですね。信長の野望みたいに、あるいはその太閤立志伝みたいに、戦術とか戦法とか特技とかでなんかえいやーっていう感じでどうにかなるようなものでは正直ないので、軍勢の数はかなり重要になってきますので、できるだけ多く派遣していきましょう。で、あとは、あんまり想像したくはないですけど、北条から攻め手が寄せてくる可能性もあるし、村上義清もかなり早い段階で攻撃を仕掛けてくるので、残りはね、そのまま兵を残しておきましょう。で、コマンド終了にします。そうすると、今度は出陣フェーズとなって、先ほど移動させた武将たち、軍勢をここで初めて派遣することができます。陸路出陣にすると、さっきこの塩尻峠まで軍勢を派遣したので、これを林城まで出陣させることができるということになります。では、全軍を率いて出陣していきましょう。で、そうすると城の攻略戦になります。で、今、ちょっとね、ノーマークでしたけど、そもそも信濃の村上家が甲斐武田家の長久保城に攻撃を仕掛けてきてますね。で、野戦を挑むってすると野戦になるんですけど、野戦を挑むとあまりいいことはないです、防御側。なので、城内で防戦にします。で、これはターン戦になっていて、5ターン。まあ、城内で防戦をクリックするだけですね。こんな感じで戦闘はかなり簡略化されてます。そのため、先ほど言ったように、軍勢の数をいかに整えて集中させるかっていう、その傭兵のね、巧みっていうよりかは、戦略面での戦いが重要になってきますね。で、今回は林城に対して甲斐武田家が攻撃を仕掛けるという場面なんですが、工場側、甲斐武田軍は総兵数8100、左上に出てますね。で、守備側、府中小笠原家は総兵数6900。で、攻撃を仕掛けるときなんですけど、戦力が拮抗してる場合は、結構相手は城から撃って出てきます。まず野戦で一戦っていう感じになりますね。で、今回もまさにそういう形なので、まずは野戦フェーズになります。で、そうすると、先陣、第二陣、本陣という形で、陣形というかね、陣を構えることになるんですが、今回春信自ら出てきてますので、本陣総大将は春信で決まりです。で、先陣はですね、結構重要なので、そうだな、武田信繁に原虎種、さらに小畑さん2人、これを先陣に任命しましょう。で、残りを第二陣として派遣します。で、ここ、今、野戦の工場画面になってるんですけど、これ、前進、攻撃、で、鉄砲今回持ってないですけど、鉄砲射撃、で、さらには、先陣第二陣の交代ぐらいしかなくてですね、非常に単純です。もうクリックするだけですね。前進ってすると前進します。で、さらに前進ってすると前進します。
これだけなんですね。だから本当に兵の数が重要です。で、接近しきると攻撃ができるようになります。で、攻撃もただ攻撃ってすると、兵数が減ったり増えたりするだけになりますね。で、今混乱させられましたけども、混乱させると、結構ね、敵の数の減りが早くなってきます。ただもうこれの繰り返しです。で、敵の先陣を、崩したところで相手は退却をしていきましたというところになりますね。で、そうすると結果的に敵の数、さっきまでね、7000近くいたのが1500まで減ってます。で、ここで強襲を仕掛けるのか、兵糧攻めにするのか。ただ今、兵糧を見てみると13500とかなり兵糧持ってますんで、ここはもう強襲で敵の兵を削っていくっていうのを繰り返していくことになるかなと思います。ただ、5ターンしかターンがありませんので、そうするとね、次のターンに持ち越しという形になっていきます。で、これをね、もう永遠と繰り返すだけなんですけど、兵力をどこに集中させるか、そして外交をどこでどう頑張るかっていうのはね、かなり重要になってくる。本当に頭を使うゲームになってます。で、今一通り見てもらって、人事フェーズに戻ってきました。これが1ターンの流れになります。人事フェーズから始まって、戦争フェーズまでの、この各フェーズで1ターンということになります。では、ここからね、続きをプレイしていきましょう。まあ、人事は特に先ほど言ったようにやることはありませんので、コマンドを終了して軍備フェーズです。で、軍備フェーズで先ほど兵をいくつか失ってるところがありますので、そこは徴兵をしていきます。お金を多少使ってでも。で、あとはですね、さっき長久保城が攻められてましたよね。なので、長久保城に対して、軍勢を派遣していく必要があります。なので、長久保城に軍勢を派遣するために、この後ね、戦略フェーズで、そのあたりをやっていきましょう。で、陸路移動で、この長久保城に対して攻撃を仕掛けられていましたので、今、高島城と、この内山城には、兵がそれぞれ入ってますね。ですのでこのままコマンドを終了して出陣フェーズに変えて、この内山城から長久保城、ここに、そうだな、オブ・トラマサニ・ババ・ノブフサ、ここはもう武田四天王になってくるようなね、いわゆるババ・ノブハルのことですね。後のこの二人合計1500を派遣していきましょう。さらにこれだけだと心配なので高島城からも軍勢を派遣。でコマンド終了していきます。で長久保城で、今長久保城は囲まれてますので、こちらからは五詰めが出てきた、援軍が来たっていう形になりますね。ですのでここに対して野戦でまずは仕掛けていくって形になります。野戦なので、先陣と第二陣と総大将を決めていくということになりますね。今回はオブ・マサトラを本陣に構えます。で、これで野戦を仕掛けていきましょう。味方2250に対して敵は1700って形ですね。で、敵の方はというとどうでしょう。そんなに強くはなさそうな感じですかね。武勇しかり。こちらの方が有利かなと思います。本当にこのクリックするだけなんですよね。で、今敵の第二陣、清野隊を敗走させました。で、第一陣も敗走させて、敵の総大将が退却をしていったので、この野戦は勝利ということになりますね。で、林城でまた野戦になりましたね。さっき一度城にこもったんですが、再びここで敵が出てきたようなので、撃って出てきたって言った方がいいのかな。ですので、再び野戦になります。これをね、永遠に繰り返して、
城を落としていくっていうことになりますね。なのでちょっと見てる方はね、退屈かもしれないんですけど、このどこにどんだけ兵を集めてやるかっていうのはね、結構面白いんですよね。では強襲をしていきます。まだこのターンでは落とせないかな。あと 4,5 ターンはかかりそうですね。でこういう風にね、今林城に武田の本軍が釘付けにされている状態だと、他の、大名家が攻めてきたりするっていうことになります。で一応ね、ちょっと先ほど飛ばしちゃいましたけど、こういう形でちょいちょい歴史イベントも解説してくれます。薩摩島津家ではほにゃららこにゃららでみたいな形で、ですので歴史が好きな方、詳しい方もすごく楽しめる作りになっているんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、このあたりはね、プレイをしながら皆さん、じっくり読めるように少し止めながら、プレイの方はやっていきましょう。で、武田家に関係するところはね、解説というか、わかる範囲でなりますけど、僕自身もそんなにね、もう、めちゃくちゃ詳しいというわけではないので、解説できなかったり、あるいはその解説が間違ってしまったりというところもあるかと思うんですけど、できるだけお話はしていきたいかなと思います。で、収支報告ですが、資金の残高が 14,691 まで減りましたね。米の収穫が9月までなので、まだまだありますね。やっぱり今出陣してるので、その分、結構、金のね、軍費っていうんですかね、軍資金がかかってしまってるっていう状況です。で、当然今、不戦同盟とか結べないですからね。楽市楽座とかはね、今お金がなかったとしてもやっておく方が、個人的にはいいかなと思います。後々、結局、もらえる、入ってくる収入が変わってきますからね。これを苦しくてもやっておくだけで。会でも同じようにやっていきましょう。で、戦略フェーズですね。で、陸路移動で兵を戻しましょうね。今、長久保に出してた武将たちを戻していきましょう。この辺りを戻します。で、さらに高島から出してた部隊も戻しましょう。いや、高島にいた武将はここに残しとこうかな。長久保城はこの後も村上義清に結構攻められそうですからね、ちょっと残しときましょうか。では出陣フェーズですね。今、長久保には9人いるけど、3人かな ?3 人いて、長久保を攻められる恐れがあるので、このままにしておきましょう。で、出陣フェーズを終了して、戦争フェーズに入っていきますか。で、またここで、この繰り返しですね。もうね、ひたすらこの、野戦と、攻城戦の繰り返しになりますね。でね、退却していくんですよ、結構あっさり。で、強襲していきます。で、今、城の総兵数が850、右上の方に出てますよね。で、林城の備蓄兵糧数が 11,372 あるよってなってますんで、まあ、これを強襲で、まずは兵数を減らしていく、削っていくと。これがね、結構時間かかるんですよね。で、そうしてる間に、まあ、他の大名家がいろいろ動きがあるよというところになりますね。で、今出てるように、一応他の大名の動きもこういう形で見れます。まあ、このあたりは今、ざーっと見ていくと、ほぼほぼ、この関東近郊ではなさそう。この笠間家に関してはどうなんでしょうね。
里見とかも今戦争状態に入ってるですね。あと今川、北条、北条と今川今戦争状態にあるのかな。こういうところを見ながらって形にはなっていきますね。はい。で、毛利の話も出てくるというところになりますが、こんな形でね、戦国史、まあ、淡々と進めていくので、ちょっと見栄えが、実況する上では、画面の動きがね、ダイナミックじゃないというか、少ない、見た目上はですね、少ないところがあるので、ご覧いただいている方、もしかしたら退屈されるかもしれないんですけども、かなりね、面白いなと今、一通り、お試しプレイも含めてやってみたところ、感じているところですので、こちらの方もね、ちょいちょいやっていこうかなと思ってますので、ぜひぜひ皆さんもお楽しみにしていただければなと思います。今回は一旦ここで終わりにしてですね、この続きをちょこちょこプレイしていきたいと思いますので、信長の野望シリーズ、大功立志伝シリーズに続いて、こちらの方もぜひぜひ応援をお願いいたします。